運動のシンボルとなった黄色いベスト。黄色いベスト運動とは2018年11月17日から断続的に行われているフランス政府への抗議運動を。をジレジョーヌや黄色いジャケット運動とも呼ばれる。2018年5月にオンラインで開始され、2018年11月17日にフランスにて開始。第二次世界大戦以後に起きた。 フランスのデモ活動の中で最も長い期間にわたるものとなっており、毎週土曜日に行われている。2008年以降、フランスでの運転は高い資格認識性を持つ蛍光色のベストを自動車内に常備することが法律で義務付けられた。その結果、黄色い反射直器は広く利用され、安価で入手可能となったため、運動のシンボルとして選ばれた。 2018年12月初め、シンボルはヨーロッパからイラクに至る諸国においてより共通のものとなった。異なる国家の異なる集団が自分たちの主張に注目させるため、このビジュアリックで目を引くベストを着用した。抗議者は燃料価格の上昇、生活費の高騰、政府の税制改革の負担が労働者や中産階級に及んでいることを主張している。 彼らは燃料税の削減、富裕層に対する連帯税の再導入、最低賃金の引上げ、そしてマクロン大統領の辞任を要求している。1950年代からフランス政府はディーゼルエンジンの生産に補助金を出してきた。特に1980年以来、プジョーはディーゼル技術の最前線にいる。大量購入する法人に対する付加価値税の価格は、 2017年10月から2018年10月の間にそれぞれ15%と23%上昇した。卸売業者向けガソリンの世界市場購入価格は前年度比で28%上昇した。ディーゼルの場合は35%増加し、流通費は40%増加した。付加価値税を含めディーゼル税は1年間で14%、 ガソリン税は7.5%増加した。増税は2018年度にディーゼルで7.6セント、2018年にはガソリンで3.9セント、さらに2019年1月1日にディーゼルで6.5セント、ガソリンで2.9セントの増加が予定されている。燃料の売却時に徴収される税金は以下の通りである。フランスにおけるエネルギー製品消費税は、 石油価格に基づくのではなく、むしろ固定価格の量から算出される。この税金の一部は地方政府に送られ、また他の一部は中央政府に送られる。2014年以降、この税には毎年増加する炭素への取り組み、化石燃料の消費削減が含まれている。ディーゼル燃料用ティセップは2017年と2018年に急激に上げられ、 ガソリンに対する税金と同じ水準まで引き上げられた。一方で、付加価値税は税を除く価格とティセップの合計で計算される。2000年から2014年の間に19.6%に達した後、2014年以降20%で安定している。黄色いベスト運動講義者の多くの職業及び活動はティセップの一部、または 全面的な免除の要求しており、主に個人に関係している。抗議者は第2次エドアル・フィリップ内閣を炭素税の大部分を個人に負担させていると批判している。炭素税はエコロジー的な目標を達成するため増加しており、市街地外に家庭用化石燃料を使用した暖房を持つ多くの住民にとっては大きな負担となっている。マクロン大統領は 2018年11月初旬にこれらの懸念を払拭しようと試み、特別補助金とインセンティブを提供した。今回問題となっているディーゼル。フランスのディーゼル燃料価格は2018年に16%上昇し、同時にガソリン、ディーゼルの両方の税が増加した。2019年にはさらなる増税が計画されており、ディーゼル燃料はガソリン並みに高価なものとなっている。 マクロン大統領は、オランド政権下で施行された政策の延長から、抗議者の怒りにさらされることとなった。抗議者は、燃料税は大企業のための減税の資金調達を意図していると主張しているが、一部の非評価は、代わりに支出を削減すべきだと主張している。マクロン大統領は、経済改革プログラムの目標は、世界経済におけるフランスの競争力を高めることであり、 燃料税は化石燃料の使用を阻止することを意図していると語った。黄色いベスト運動の抗議者の多くは、主に低給与と高エネルギー価格による経済的混乱によって動機づけられている。彼らは気候変動とは戦いたいが、多国籍企業が引き起こした環境問題に対する労働者階級と貧困層の負担に対しては反対している。 メディアを再生する黄色ベスト運動の参加者の動画。政府は死亡事故の3分の1が過剰、または不適切な速度だったという調査結果を受けて、交通事故死者を年間あたり200人減らすことを目的として、2017年に2018年7月1日から、田舎道の制限速度を時速9 0キロメートルから時速8 0キロメートルへと引き下げることを決定した。 この決定は反発を生み、黄色いベスト運動が台頭する要因となった。これは、速度違反の通知を使用した、もう一つの税金とみなされ、自動車に完全に依存している、田舎の住民の自動車の必要性を理解していないと、みなされた。黄色いベスト運動が始まってから、速度違反自動取締り装置の破壊が著しく、増加した。2018年5月。 生のイコールイコールマルヌ県の女性がチェンジ .org のウェブサイトで10月中旬を期限に30万件の署名を申請した。さらに11月17日、同じ県の2人の男性が Facebook 上で全ての道路をブロックするイベントを企画した。彼らは燃料価格の値上がりが過度だとして講義を始めた。このグループが撮影した拡散動画の一つに、 黄色いベストを使用するというアイデアがあった。フランスの学者ベアトリス・ギブリンは、黄色いベスト運動と2013年の抗議運動、ボネルージュを比較して、ボネルージュ運動は、カレイコール・プルゲール市長やブルターニュのボスなど、実際の指導者たちが手を取り合っていたと述べたが、これは、黄色いベスト運動には当てはまらない。黄色いベスト運動は、リーダーレスで横向きに編成されている。 非公式の指導者が現れ、すぐに拒絶される。ジョン・リッチ・フィールドによれば、運動の中には、政治家に対する憎しみを抱く者もおり、彼らは、自分の階級から現れた、政治家にさえも憎しみを抱く。また、黄色いベスト運動は、特定の政党や、労働組合と関係しておらず、ソーシャルメディア上で急速に拡散した。フランス労働組合の歴史専門家である、 ステファン・シロットは黄色いベスト運動には伝統的な労働組合が代表していない労働者が含まれておりフランスの労働組合は共同補調を取ることを躊躇し彼らとは交渉したくない人たちも存在していると述べる運動の中の極右の要素の存在は CGT の参加を思いとどまらせた運動に関して多くの誤解を与えかねないイメージや情報が ソーシャルメディアで閲覧されており、パスカル・フロサーは、リーダーシップのない水平方向の動きは、誰もソーシャルメディアでの制限を加えないため、誤ったイメージや、フェイクニュースを拡散させていると指摘する。プラカードを掲げた、運動の参加者の一人。火を放たれた後の車の残骸。アメリカの著述家、アダム・ゴピックは、黄色いベスト運動は、 少なくとも1995年のストライキからの一連のフランスの街頭抗議シリーズの一部として見ることができると書く。彼は歴史家のヘイリック・チャップマンを引用し、フランスの第五共和政争設置、街頭抗議がこそ唯一の政府政策のダイナミックな代替とされ、それが今に引き続いているとする。1968年の5月危機、フランス革命。 オーバニズムなどと比較する記事もある。パリに拠点を置くベテランジャーナリストのジョン・リッチ・フィールド氏は1968年の5月危機の時、パリの通りにはそのような暴力はなく、そこには喜びがあったと述べた。喜びの部分は黄色いベスト運動には不在のように見える。 リッチフィールド氏はまた指導者がいないという点で2005年のパリ郊外暴動事件と類似していると指摘した。特にこの運動において伝統的な左派対右派の対立ではなく反エスタブリッシュメント、反グローバリゼーションに基づく点は他の運動との大きな違いである。実際にフランスの世論調査会社とフランス研究者の田中智義によると この運動の支持者の多くは、欧州議会議員選挙で、極ポピュリズム政党の国民連合に投票した、一方、極左ポピュリズム政党も躍進した。2018年11月17日第一週、アクト12018年11月17日に抗議は、始まり、フランス全土でおよそ30万人もの人が参加し、抗議者がバリケードを建設し道路を閉鎖した。 その光景を目撃したジャーナリストのジョン・リッチ・フィールドによれば、これらのデモは抗議ではなく、暴動であったとする。道路に加えて、抗議者は最大10カ所もの燃料貯蔵所を閉鎖した。その結果、11月21日までに585人の市民が負傷し16人が重傷、115人の警察官が負傷、3人が重傷を負った。 抗議はまた、インド洋に浮かぶレユニオン島でも発生し、状況は略奪と暴動にまで悪化した。抗議者が道路へのアクセスを遮断し、島にある学校は3日間を閉鎖された。11月21日、マクロン大統領は、暴力の緩和処置として、島に軍隊を配備するよう命じた。2018年11月24日、第2週、 白土に前の週にパリでの抗議運動で緊張が高まったため内務省は11月24日にシャンド・マルス公園での集会を許可することに合意した。抗議行動はフランス全土で10万6千人を集めた。パリでは抗議が激しさを増した。抗議者は街頭で火を焚き標識を破壊しバリケードを立て石畳を引き剥がした。警察は 再獣ガスと高圧放水法を使って抗議者を分散させた。11月26日、当局者は2日間にわたるパリ暴動で最大150万ユーロの損害を被ったと推定した。清掃と修理作業を支援するため200人の追加労働者が割り当てられた。2018年12月1日第3週、アクト3 2月1日のアクト3に伴った。 暴動後のパリの落書き。12月1日、アクタイブ、マクロン・クイッツと呼ばれる抗議が組織された。黄色いベストたちは、なんとアトランティック空港の滑走路を占領し、ニース・コート・ダ・ジュール空港へのアクセスを阻止した。道路会社版紙の報告では、フランス全土の主要な料金書の20カ所がブロックされた。マルセイユでは、11月5日以来頻繁に抗議デモが行われ、 周辺住民の避難が行われている。シャッターを閉めようとしていた80歳のアルジェリア人女性が警察の放った催涙ガス弾の破片に被弾し、手術中に亡くなった。アルル軍で走行中のバンがバイパスのトラックのバリケードに衝突し、運転手が3週目の週末に亡くなった。12月1日の抗議中にパリで100台以上の車が燃やされ、外線門が破壊された。 次の月曜日、パリ市長は損害を300万から400万ユーロと推定した。2018年12月8日、第4週、アクト4抗議活動は、ルピュイアンブレイの2週連続で激しくなった。市民の不安は、リオンとサンテティエンヌの両方で模様されていた、光の祭典を陰らせた。A6 高速道路は再び北リオンのビルシュルソーヌで閉鎖された。 パリは4週間連続で抗議活動が起きた。ルーブル美術館、エッフェル島、パリオペラ座も閉鎖され、多くの店が襲撃を予想して、店に板を打ち付けた。警察は、エリゼ宮殿の周りに鉄柵を立て、暴力を抑制するために路上に装甲車を配備した。2018年12月10日、マクロンの TV スピーチ12月10日、マクロンは抗議に応えるために、 テレビで演説し、2019年の最低賃金の100ユーロ、月の増加、2019年の残業時間、年末ボーナスからの課税の除外、総額100億ユーロに上る手当を約束した。また、毎月の年金額が2000ユーロ未満の退職者には、社会保障税の増税から除外するとした。しかし就任時に廃止した浮遊税を復活させることは、拒んだ。 2018年12月11日、ストラスブール銃乱射事件12月11日の夜、ストラスブールで銃乱射事件が発生した。クリスマスマーケットで賑わう街の市民を男が銃撃、5人が死亡、11人が負傷し、男はタクシーで逃亡した。この襲撃者は過去に複数の犯罪歴を持つイスラム過激派の疑いのある。 シェリフ・シェカット容疑者であった。シェカット容疑者は、総勢700人による、追跡の後、12月13日の夜、フランス警察との銃撃戦によって射殺された。2018年12月15日第5週、アクトゴ・ストラスブール銃乱射事件の後、政府は抗議者に、街路から離れるように要請した。パリ警視庁の推定によると、 パリではおよそ2200人のデモ参加者と8000人の警察官が街路に出た。フランス内務省は12月15日、フランス全土でおよそ6万6000人が抗議デモに参加したと推定した。ボルドー、トゥールーズ、マルセイユ、リヨン、パリで衝突が起きた。15日の終わり、内務大臣、クリストフ・カスタネールは11月17日以来の選挙されていた。 円形交差点は解放されるだろうと述べた。またリチャード・フェラン国会議長は、デモ隊の減少による動員の削減を歓迎し、対話の時は来たと語った。2018年12月22日第6週、アクトロク規模こそ小さくなったものの、デモは全国各地で続いた。内務省は15日のほぼ半分の参加人数を発表した。警察庁の発表によると、 フランス全土で38,600人がデモに参加し、そのうち2,000人はパリで更新した。予防措置としてベルサイユ宮殿が閉鎖された。抗議者はラクリューズイコールイコールミジューススイスへの国境通過を阻止した。1時間後、彼らは警察によって解散させられた。スペイン、イタリア、ドイツ、ベルギーの国境でも同様のブロックが行われた。 モンテマールでは EGDIS と Amazon の2つの配信プラットフォームがブロックされた。全体ではパリでの142人を含む少なくとも220人が逮捕された。12月21日、運転手がフランス南部ペルピニャンの封鎖で停止していたトラックに衝突し、運動を通じて10人目の死亡者が出た。2018年12月29日第7週。 アクト7クリスマスシーズンもあってか最初の数週間のフランス全土での運動規模に比べるとはるかに静かなものとなった。ノルマンディー地方のルーアンではフランス銀行支店の前に火が放たれた後バリケードが築かれ警察との間で対立が起きた。パリでは抗議者たちが BFM、TB、リバーション、フランジテラビジアンスなどのテレビメディア本社の前でデモを行った。 ビクター・グラッドは国民の主導による国民投票を動機づけることと同様の危機が伝統的なメディアに対する黄色いベストたちの批判の背後にあることを指摘した。2019年1月5日、第8週、アクト82019年1月5日、装備したフランス共和国保安機動隊、催涙弾に顔を覆う参加者たち、アクト8のデモに参加する。 黄色いベスト着用者。胸には、ラボルト、革命のシールが貼られている。2019年の最初のデモは、パリ・サガン、グルネル通り沿いの政府省庁ビルへの襲撃によって、開始された。政府スポークスマン、ベンジャミング・リボーは、黄色いベストの抗議者たちと破壊集団、カセウルスが、建物のドアを壊し、建設車両をハイジャックしたと発表した。 レンヌの視聴者の建物の扉も破壊された。フランス全土で先週29日を大きく上回る約5万人もの抗議者がデモに参加したと内務省は発表した。フランス国内での暴力事件の発生にもかかわらず依然として国民のデモに対する高い支持がある。円形交差点にてコミュニケーションを図るという女性たちの運動が始まった。彼女たちはパリ、 トゥールーズとカーンで別のデモを組織した。主催者の一人によると、その目標は暴力以外のコミュニケーション手段を持つことだという。内務大臣は国内道路に備えられた自動レーダーとスピード感使用カメラの60%以上が破壊されたと発表した。これは12月上旬の推定50%から上昇した。 2019年1月12日第九州アクト9パリ北部のパン屋でガス漏れによって引き起こされた大規模爆発により、現場にいた二人の消防士を含む4人が死亡し、さらに十数名が負傷した。爆発は土曜日の早い時間に起こり、その日のデモの警戒を強めている最中での事故となった。パリで約8000人、ブールジュで約5000人、 ストラスブールでの約2000人を含むフランス全土でおよそ8万4000人もの参加者が延べ9週間続く週末の抗議運動に参加した。抗議者は経済政策の改善を要求した。政府は全国に8万人の治安部隊を派遣し、暴力に対する寛容なしを誓った。パリの路上でフランスの国歌を歌いながら行進する抗議者たちに5000人の機動隊員。 走行車両及びバリケードが設置された。少数グループが指定された抗議ルートを離れ、警察に投石をした。外線門の周りで、機動隊は、石やペンキによる襲撃を受け、高水圧砲と、催涙ガスで対応した。この12日、パリでの156人をはじめとし、フランス全土で244人が逮捕された。フランスの内務大臣はメディアに、政府は、 対立を乗り越え勝利し、抗議者たちは大きな事件なくパリを更新したと語った。2019年1月19日第10週、アクト10先週とほぼ同様に、警察は、トゥールーズのピーク時に1万人、パリで7000人、ボルドーで4000人、アンジェとマルセイユの2500人を含むおよそ8万4000人が、フランス全土でデモを行ったと推定した。19日の抗議行動は、 エマニュエル・マクロン大統領による大国民討論会の発足後に初めて起きたものであり、その鎮静効果は限定的であったことを示唆するものとなった。2019年1月26日第11週、アクト、全国的なデモが11週連続で続けられ、内務省はフランス全土で6万9千人の参加者、地元の警察はパリで4千人を見積もった。 自称平和主義者で、抗議運動のリーダーの一人ジェローム・ロドリゲスは、バスティーユ広場で警察から、暴動鎮圧用ゴム弾、LBD、フランス語版を顔面に撃たれ、右目を失った。同様に抗議行動中、何十名もの人々が負傷した。私は、意図的に標的にされました。少なくとも、パリの抗議行動において私は運動の象徴であり、警察は、 以前のデモの間何度も指を向けていたので、彼らは誰を撃っていたのかがよくわかっていたと思いますと、ロドリゲスはメディアに語った。翌日、黄色いベスト運動に対して、赤いスカーフを巻いた約1万人もの反対派が、暴力行為をやめるように促すプラカードを掲げ、パリを更新した。2019年2月2日、第12週、アクトデモ前日の2月1日、 エドアル・フィリップ首相は南西部の都市ボルドーへと向かい各州ごとにわたるデモによって生じた保険の損害賠償請求を単一のものとして請求できることを合意したと業者に知らせた。フィリップ首相はまたボルドーも含む被害を受けた10都市に30万ユーロの手当を支給すると発表した。東部都市バランスのショッピングエリアでは自営用に板が打ち付けられゴミ箱、公園のベンチ、 保護作など障害物になるもの取り除かれた。保装石は透石を防ぐためタールが塗られた。2月2日、およそ1万人もの人々がパリのデモに参加しし、トゥール、バランス、マルセイユ、ボルドー、トゥールーズ、及び他のフランスの都市で計5万8600人もの人々が抗議に参加した。アクト12では先週のロドリゲスの負傷を受けて、 これまでのデモでの警察の鎮圧による負傷者数を避難することに焦点が当てられた。フランス政府によれば、これまでに4人の目の重傷を含む約2000人の一般市民が抗議行動中に負傷している。警察暴力を調査する政府機関は抗議行動中に116件もの調査を開始したが、そのうち10件は抗議者の目の負傷に関するものだった。 59人の弁護士のグループが抗議者の処遇を裁判所で避難する公開書簡を発表した。これは警察自身の暴力報告に対する遅いペースの調査とは対照的だった。週始め、フランスの最高裁判所は多くの負傷者を出していると非難が高まっている警察による直径 40mm のゴム弾 LBD フランス語版の使用禁止の要求を却下した。内務大臣、クリストフ・カスタネールは、メディアとのインタビューに答え、この武器は、黄色いベストデモが始まって、以来9000回以上使用されており、怪我をする可能性があることを認めた。それでも、アクト12の前日、政府は、警察が、デモ隊による、暴力鎮圧のためにランチャーを使用することを躊躇、しないと警告した。 これを受けて、パリでは、数千人が、武器の使用禁止を求める、負傷者の更新に参加した。負傷した抗議者が更新し、そのうち何名かは銃撃の目標となるように、ターゲットサインをつけたアイパッチを着用していた。先週のデモで片目を失った、運動のリーダー、ジェローム・ロドリゲーズは、群衆から拍手を浴び、歓迎された。先週と同様、 パリでの5000人を含む8万人の警備職員が動員された。パリでは警察は市内中心部のレピューブリック広場で催涙ガスと高圧放水砲を使用しデモ隊と衝突しデモ隊を押し戻した。マスクをしフードをかぶった何名かがゴミ箱とスクーターに火を放った。メディアは運動は先週末と比べると比較的落ち着いたものとなったと報じた。 フランス議会はマクロンの党が提案する抗議者の権利を制限する新しい法律の検討に入った。提案された法案では路上デモでの顔の覆い隠しを違法とし1万5000ユーロの罰金または懲役刑により処罰される。さらに地元警察が街頭デモに参加を許されないもののブラックリスト作成を許可する。 提案された法律は何人かの党内外の国会議員から反対を受けた。2019年2月9日、第13週、アクト132月9日のデモで道路に放たれた炎。2月9日のデモ参加者。2月7日、マクロン大統領は、アンチエスタブリッシュで知られる、イタリアの副首相、ルイジ・ディ・マイオが黄色いベスト運動のリーダーと面談したことを受けて、 在イタリア大使の召喚を発表した。これにより、両国の関係は第二次大戦以後最悪なものとなった。ディマヨは、新しいヨーロッパは黄色いベストから生まれると述べ、フランス政府はこれは挑発であり、受け入れることはできないとした。13週目の抗議活動では、シャンゼリゼ通りから市内の国会議事堂までのデモ行進が行われた。 一部のボートが防御壁を取り壊し、警察に投げつけた。警察は催涙ガスとゴム入り手榴弾で、これに対応した。抗議者の一人がゴム入り手榴弾を拾い、暴発した弾に指を飛ばされた。フランス政府の発表によると、およそ5万1400人が抗議に参加。そのうち4000人がパリで抗議した。先週に比べると参加者はやや減少した。 マクロン大統領と親しい国会議長、リチャード・フェランの自宅への放火攻撃が起き、政治家たちは共同で非難した。フェランは、放火によって焦げついた今の写真をツイッター上にアップし、選ばれた共和国の議員に対する脅迫や暴力を正当化するものは何もないとツイートした。2019年2月16日第14週。 アクト142月16日のデモで批判と攻撃の矢表に立たされたユダヤ人思想家アラン・フィンケルクロート氏。マクロン大統領はツイッター上で運動の反ユダヤ主義的ヘイトスピーチを非難する声明を出した。ユダヤ人思想家アラン・フィンケルクロートが攻撃の対象となり、抗議者は汚いユダヤ主義、汚い人種などと罵った。 これに対してフィンケルクロートは私は強い憤りを感じた。そして残念ながらこれは最初のことではないと述べた。フィンケルクロートは黄色いベストを支持する姿勢を打ち出していたもののルフィガロガミのインタビューで運動のリーダーを傲慢だとして非難し反発を招いた。最近の調査では半数以上のフランス人が運動の収束を望んでおり現在の抗議は 運動初期の要求を反映していないと感じていることが明らかとなった。フランスの内務省は、アクト14に、フランス全土で、およそ4万1500人が参加したと発表した。運動は、ロンドンにも飛び火して、反禁縮主義党やブレクジットの抗議者ら、およそ100名が、イギリスのユニオンジャックの旗を掲げ、イギリスの EU からの離脱を求めて、町を更新した。 先週も似たような運動が起こり、議事堂周辺の道路を封鎖していたが、今週も引き続いた。後に運動を主催したジェームス・ゴダードは警察により拘束された。さらに警官と臨時職員を襲撃したとして6人が告訴された。2019年2月23日第15週、アクト15-12月の激しい抗議の最中に急激に低下していた。 マクロン大統領の支持率はフランス各地での一連の対話と討論、とりわけ農村地帯で有権者との交流などから回復基調に変わった。23日土曜日、浦和柿大統領はパリで毎年催されている恒例の農場賞に参加し大歓迎を受けた。それから大統領は人と動物たちの間を何時間も散歩しながら応じられるままに、 スマホでセルフィー写真を撮り、農場主らと気軽におしゃべりをした。内務省によると、首都パリでの5800人を含む約46600人が全国で抗議運動に参加した。先週の41500人からやや増加した。警察の発表では28人がパリで逮捕された。抗議者たちは首都パリの裕福な地域を 警察に周囲を取り囲まれながら行進した。フランス中央の都市クレルモンフェランではおよそ18人の人々が逮捕され、危険とみなされた物品が押収された。さらに西部レンヌでは18人が逮捕され、6人の警官が軽傷を負い、6人の抗議者が警察が発砲した暴動鎮圧用後無断により負傷した。欧州連合当局は、 反政府デモの取り扱いに対して、フランス当局を非難し、より人権を尊重するように求めたという。とりわけ勝備となっているのはフランスのみが使用していると、される、暴動鎮圧団であり、できるだけ、早急の見直しが望ましいとした。また抗議者の交流についても懸念を表明している。イエローベスト運動は来たる3月16日を、 決定的なデモにすると宣言したという報道が流された。2019年3月2日、第16週、アクト16プロテクションを装着した鎮圧部隊。戦後フランスのデモの中で最も長い期間に及ぶこととなった黄色いベスト運動は3月に入り、第16週目へと突入した。イエローベストアクト16、インサレクションと名付けられた今週。 フェイスブックを通じて運動者に呼びかけられたのは、デモが継続していく中で薄れがちとなった原点回帰であり、11月、12月の自発的な勢いを取り戻そうと試みた。マルセイユ、ニース、ボルドー、ストラスブール、なんとトゥールーズなどのフランスの都市のみならず、ベルギーやドイツなどの近隣諸国でも、市内に集まるようにイエローベストたちに呼びかけた。戦いは、 国際的だとイベントページ上で声明を出した。内務省によれば、2日土曜日、およそ3万9300人のイエローベストたちがフランス全土でデモを行い、そのうち首都ではおよそ4000人を数えた。先週の4万6600人を下回るものとなったが、内務省の公式の数字は運動者の抗議により論争が起きた。また、首都では、 フェイスブック上でアクト16イエローベストユナイテッド We Will Not Give Up と名付けられた運動がおよそ2000人もの人々の注目を集めたという南東部の都市リオンのオーガナイザーは黒の更新を計画したそれは反啓蒙主義者となることが運命づけられている仮想の未来に対して警告するため物象徴として黒い服を着て更新をし 2月16日に問題となったような、軽蔑を目的とする運動者とは、一緒に行動をしないというものだった。3月1日金曜日、マクロン大統領は、運動による、容認しがたい暴力を非難し、平成に戻ることを求めた。しかしながら、最新の世論調査によると、フランス人の85%が、大統領は、人々の懸念に、 もっと注意を向けるべきだと考えていることを明らかにした。また、調査は、フランス人の大多数は、大統領が、そのアプローチを、イエローベスト運動に適用させていないと考えている、ことも示した。2019年3月9日、第17週、アクト17週はじめ、マクロン大統領は、直前に迫った、英国のブレクジット EU に対する脅威とし、 ナショナリズムやポピュリズムを非難 EU を保護するという姿勢を明確にした EU は平和同様に自明なものではない EU は分裂と孤立にこうする新しいルネッサンスの時を今迎えるというこれはベルギーの元首相で欧州自由民主同盟議長ヒーフェルホフスタットが表したようなナショナリズムによる危機 ポピュリズムによる悪夢に EU が直面しているという認識を背景としている。デモは初期の燃料税への不満から拡大して富裕層への攻撃、そしてマクロン政権の是非を問う国民投票の実施の要求へと移り変わった。政府の100億ユーロ規模での財政出動もあってか、デモへの参加者は減少傾向にあり、内務省の発表によれば、 フランス全土で28,600人が参加した。首都パリでは、およそ7,000人が参加、6日の国際女性で、の後ということも合わせて、女性が平等な権利と、平等な給与を主張して更新した。また失業補助金改革に反対する女性たちが、ピンクのベスト、ピンクの衣装、ピンクの風船を携えて、更新を行った。シャンゼギゼオ通りのデモ隊に、 高圧水砲が使用され、19人もの逮捕者を出したものの、抗議行動はほぼ平和に終了した。また、リヨン、ボルドー、トゥールーズなどの都市では、警察との散発的な衝突が発生した。3月7日と8日にオンラインニュースサイト、アトランティコで行われた世論調査では、54%が黄色いベストに共感を示した。 これは2月中旬の50%から上昇したが、ピークの72%のピークからは低下した。2019年3月16日第18週、アクト18路上に転がる、発演談。引き続く、参加人数の減少と以前の大規模デモの予告を、踏まえて、主催者は、ソーシャルメディア上で人々に参加要請を強化した。リーダーの一人、エリック・ドローエは、 YouTube 上に声明を発表し、16日は、黄色いベストとは別の環境問題でもと100万人規模で、起きたアルジェリアの大統領退陣でもともリンクして、フランスの歴史上でもユニークな抗議の日となると述べた。またこの日は11月17日に始まったデモの4、ヶ月記念日、さらにマクロン大統領の全国討論大会の最終日の翌日にあたり、 ハンイコールマクロンの抗議者は大統領の討論大会は失敗だったと主張した。フランス内務省はアクト18ではフランス全土でおよそ3万2300人、首都パリでおよそ1万人の参加者、そのうち1500人の超過激破壊者を含んでいたと発表した。以前から唱えられていた原点回帰の姿勢が現れ、街の中心シャンゼゼ通りに火が放たれ、子が ビルの炎と煙からかろうじて命を救われた。高級品を扱う資本主義のシンボルが狙い撃ちされ、ファッション、ハンドバッグ店、ニューススタンド、老舗カフェとして知られる風穴のガラスが割られ、破壊、略奪され、銀行には火が放たれた。外線門近くではデモ鎮圧部隊とデモ隊とが衝突した。ドイツから参加した43歳の工場労働者は、 彼自身が世界最大の問題と考える銀行の放火に同意したとコメントした。また二次の母である他の女性は某考えるのは嬉しいわ。だってもし彼らがいなかったら私たちの行動は何の注目も受けられないでしょうから。私たちの声を広めるためには暴力が必要なんですと語った。同時にパリではこの日4万5千人規模で、 環境問題のデモが起こり、フランス政府に炭素の排出量削減の公約を守るよう要求した。トランプ大統領はツイッター上でパリ協定に対するマクロン大統領の姿勢を揶揄するツイートを飛ばした。フランスでパリ協定はうまくいってるのか。18週続く黄色いベストの後で私にはそううまくいってないように思われる。その間にアメリカでは 環境問題は、リストのトップになっている、マクロン大統領は、スキー休暇を切り上げ、閣僚との対策会議のため16日夜パリに戻った。マクロンは、警察の準備が十分ではなかったと非難を受け、私たちは憲法上の権利にこだわっているが、どうしても共和国を壊し、物を破壊し、人々を殺すというリスクを犯したい人々がいると語った。 パリ警察は192人がパリで逮捕され、60人が負傷し、うち18人が警察と消防士だったと発表した。フランス政府は3月18日、デモの対応で不手際があったとして、パリ警視総監を更迭した。2019年3月23日第19週、アクト19先週のパリ襲撃のさなか、大統領は好き、休暇、内務大臣、 クリストフ・カスタネールはディスコでダンスをしていたことが明らかとなり、マクロン政権は強い批判と警備強化要請の圧力を受けた。新しく就任したパリ警視総監、テディ,ディエール・ラルマンは暴力により迅速に対応するための部隊設立を発表した。主要エリアに兵士が初めて投入され、シャンゼリーゼ通りを含むパリ市内西部の広い地域でのデモ活動が禁止された。 装甲車、高圧放水砲、そして何十台もの警察車両が外線門を囲み、警官たちは点灯を巡回した。これらの動きは野党と市民によって避難にさらされた。いつから兵士が民衆と対面するようになったんだ私たちはフランスにいる。これじゃあ北朝鮮か中国にいるのと同じだ。こんなもの見たことがないと運動参加者の一人は。 不満を述べた。サハアンバウド等の党首は、それは無謀で危険な決断であり、非常に危険な結果になる可能性があると述べ、兵士の仕事は、警官の仕事ではないと付け加えた。また、政府は、許可されていない抗議行動に参加した、再の罰金を三十八ユーロから百三十五ユーロへと、引き上げた。二十三日夜、内務大臣、クリストフ・カスタネールは、首都で五千人、 フランス全土で4万500人がデモに参加したと発表した。全土に6万5千人の警官と憲兵が配備され、233人が逮捕された。パリのアクト19は伝統的なフランスの抗議運動を踏襲した。晴天の太陽が散々と輝く中、フランス国家を歌い、マクロン大統領辞任を強く訴えた。デモ隊は、 観光客の多いモンマルトル地区からサクレクール寺院までをおおむね平和に更新した。リラックスした雰囲気に満ち、春色の濃い3月終わりの土曜日を観光客さながらセルフィーした。デモ隊と警察は南フランスのニースとモンペリエの都市で衝突した。中国の習近平国家主席がフランス訪問の一環として滞在すると予定されたニースでは 高い警備体制が敷かれた。2019年3月30日第20週、アクト1010個10の週、中国の習近平国家主席がパリを訪れ、マクロン大統領は、ドイツのアンゲラ・メルケル首相と EU 委員会のジャンクロード・ユンケル委員長をパリに招くという、これまで前例のない出迎えを行った。フランス政府は、他国間主義の課題に関するハイレベル会合と呼び、 後の記者会見では、互いがライバルであることを認めながらも、4人の首脳全員が EU と中国のさらなる協力の願いを強調した。また大統領は、相互貿易のためにより平等な競争条件を作り出しながら、中国との EU 関係を深めたいと考えていることを表明した。先週から続く警戒強化のため、当局は、パリのシャンゼリゼ大通り、国会周辺。 そして、ボルドーの中心を含む特定の地域でのデモを禁止した。フランス内務省はパリ4000人を含むフランス全土で約3万3700人の抗議者が参加したと発表した。パリ警察は32人を逮捕し、21人に罰金刑が科せれたとした。南フランスのアビニョンでは警察が抗議者をしない中心部の狭い通りから追い出したため衝突が起きた。 南西部ボルドーでは、抗議者が建設現場の廃材に火をつけ、警察が催涙ガスでこれに対抗した。パリの抗議デモの参加者の一人は、私たちは11月17日と同じ理由で来ている。私たちは何も得られなかった。と述べた。フランス北部からパリの抗議行動にやってきた女性は、特に大統領が、年配の女性は、ニースでの抗議行動に参加しないように、 知恵を持たなければならないと新聞に語ったことを受けて、誰もが言うべきことを思っています。なぜそれを黙らせようとするのでしょうか。それは民主主義ではありませんと答えた。2019年4月6日、第21週、アクト1011黄色いベストに参加するパリジャンの女性。黄色いベストに対する説得も含める形で、1月に始まった大討論大会は、 公式には3月15日で終了したはずだったが、実際はさらに数週間を延長した。大統領との直接的な討論に加え、全国1万人以上の地元会合で構成された大会には合計およそ50万人ものフランス人が参加した。最終となるコルシカ島での討論では、コルシカのナショナリストたちが大会をボイコットした。木曜日、フランスの憲法評議会は、 反暴動防止法を違憲であると宣言することにより、マクロン大統領のイニシアティブの一つを否定した。憲法評議会は、これらの条項は、政権に対する思想及び意見の集団的表現の、権利を市民から奪う力を与えるとし、禁止を正当化する理由への過度のマージンであると述べた。黄色いベストは、大統領大会の終了に合わせて、21週目の、 デモを行った。北のルーアン、南東のリヨン、そして首都パリでマクロン大統領を非難する旗やバーナーを掲げて通りに出た。西部ではフランスとドイツの活動家たちが国境で合流した。内務省はパリで3500人、フランス全土で22300人の参加を発表した。内務省の数字は低く見積もりすぎだとして抗議されている。 来週、仏政府は一連の大討論大会の結果を発表し、運動によって逸れた大統領の軌道を従来のものに戻したいとした。一方で木曜日、ドラブラが行った世論調査では市民が討論大会に納得できなかったことが示唆された。調査した千二人のうち六十八パーセントが人々の意見が考慮に入れられているとは思えず七十九パーセントが 現在の政治危機を解決できるとは考えていないことが明らかとなった。2019年4月13日第22週、アクト10々にフランスの首相エドゥアル・フィリップは黄色いベストたちの不満に焦点を当てた。全国討論に応じて、議論は私たちの向かうべき方向性を明確に示している。私たちは減税する必要があるとし、減税が優先事項でなければならないと述べた。 現在、フランスは先進国の中で最高の課税率が課せられている。2017年の OECD の経済シンクタンクからのデータによると GDP の46.2%に相当する税金でトップがフランス、デンマークが2位、スウェーデンが3位となっている。一方でフランスは支出の面でも世界最高水準であり、 2018年対 GDP 比で31.2%、2位はベルギー、3位はフィンランドだった。また、フィリップ首相は、都市と地域のバランスを取り戻さなければならないとし、それは、都市部と農村部の間の連携を改善を含むとした。フランス内務省は、パリでの5000人、トゥルーズでの6000人を含むフランス全土で3万1000人の抗議者の参加を発表した。この週は、 イエローベストの首都として、トゥルーズが選ばれ、憲法評議会によって、議論の分かれた、反暴動防止法が、初めて施行された州となった。防止法によれば、高秩序を乱す行為やまたはその近くにいる場合、最大1年投獄され、1万5千ユーロの罰金を、課せられる。警察による任意でのスーツケースや車の検査が、許可され、自分の顔を隠すことが禁じられた。 しかし参加者はそれを無視、防遠マスクを装着して行進をした。ソーシャルネットワークを通じて、およそ6000人もの人々が首都トゥールーズの街に集まり、行進が繁華街に出ようとした時に23人が逮捕された。抗議者たちは、催涙ガスを投じる警察に、石、ボトル、爆竹で応じ、いくつかの通りが封鎖され、群衆を解散させるために、 高圧水砲が使用された。一方で、ほとんどのデモは平和に取り行われ、一人の通行人はその模様を怒りよりも陽気さとツイートした。2019年4月20日第23週、アクト1013黄色いベストを窓に飾る部屋。4月15日にノートルダム大聖堂で起こった大規模火災に直面したマクロン大統領は予定されていた。 討論大会の統括を先送りした。あるアナリストは、火災は国民を団結させるためのチャンスだと述べた。大統領は、歴史、文学、私たちのの中心、すべてのフランス人の大聖堂とツイートし、大聖堂の再建を約束、それは、私たちの歴史に値するものであり、運命ですとした。ルイ・ビトンやグッチ、イブ・サンドーラン、バレンシアガといった、 有名企業の株主らが総額でおよそ10億ユーロの巨額の寄付を申し出、大統領は5年以内に再建したいと希望を述べた。フランス内務省はパリでの9000人を含むフランス国内で27,900人以上がイエローベストの更新に参加したと発表した。警察は土曜日に200人以上の参加者を拘束、またデモの前、 抗議のために首都に入ろうとした1万7000人以上への手荷物の予防検査が実施された。限界態勢が引き続き、シャンゼリゼ通りやノートルダム聖堂周辺を含む道路や地下鉄が封鎖され、約6万人の警官が動員された。それでも散発的な衝突は起き、催涙ガスの満幕が立ち込め、路肩の車、バイク、バリケードが燃やされた。 多くの抗議者は火災に深く悲しんでいたが、同時にフランス富裕層のノートルダムへの巨額寄付に怒りの表情を見せた。ノートルダムで起こったことは大きな悲劇だと思うが、人間は石よりも重要であるべきだと参加者の一人は述べた。別の参加者は巨額の寄付はノートルダム、私たち貧乏人には、10億ユーロを黄色いベストのためにと訴えるバナーを掲げて更新した。 また、ノートルダムを舞台としたヒューマニズムな小説を描いた、ビクトルユーゴをよろしく、ホームレスの活動家たちが、聖堂前で、教会には屋根が必要だが、俺らにも屋根が必要だと、プラカードで訴えた。これを受けて、パリ大司教、ミシェル・オーペットは、貧しい人々のための場所を作るべきとした上で、ここは貧しい人とホームレスの家となる。教会にはいつでも来て、 体を温めることができるし、彼らは追い出されることがないことを分かっていると付け加えた。マクロン大統領は今週木曜日に討論大会の統括を発表するとしている。2019年4月27日第24週、アクト1 0四4 4月23日、G20 の大阪サミットを前にした安倍首相が意見調整のためフランスを訪れマクロン大統領と面談した。 安倍はノートルダムへのお見舞いを述べ、両者はスリランカでのテロや自由貿易の価値共有などを強調した。会談の後、マクロンは日本語で、日本と共に、我々は多極主義への信頼を再構築するという同じ野心を有する。幾多の障害や緊張や閉塞状況が存在することは分かっているが、日本もフランスもそれで諦めてしまうような習性は持っていないと。 ツイートを飛ばした。4月25日、マクロン大統領は大統領になって初の記者会見を行い、予定されていた討論大会の統括と対策案を発表した。この中で大統領は低所得者や平均的な所得者へ総額50億ユーロ規模の所得税削減と年金の増額を約束し、任期中のさらなる格好病院の閉鎖はないとした。 さらに自身も卒業したフランスのエリート校フランス国立行政学院の閉鎖を約束しフランスの統治システムは変わるべきだと述べた。マクロンは自らの姿勢を後悔しているとも言い,いよりヒューマンな政治を誓ったが運動の中で起きたユダヤ人や同性愛に対する憎悪や暴力を道徳と教育の衰退だと表現し全力で戦うとした。 会見に対してオンライン上で運動のリーダーたちはすぐさま反論を述べた。エリック・ドローエは会見をくちゃくちゃペラペラと呼び、マキシム・ニコルは政治的に煙に巻くの最悪の事例だとした。ニコルは AFP に対し過去5ヶ月間は路上で言われてきたことに耳を傾けていないと述べた。第24週目の黄色いベストの更新は 内務省発表でおよそ23,600人の動員が推定された。これは抗議行動が11月に始まって以来2番目に低い数字だった。パリでは労働組合と活動家たちが発表された対策案に対し団結を示するため黄色いベストと共に更新した。大統領の批評家たちは対策案は小さすぎ、遅すぎ。 さらに高所得者への浮遊税には手がつけられていないと批判している。パリ警察はいくつかの地下鉄駅の閉鎖を命じ、パリ交通公団は9つの駅が土曜日の午前8時から閉鎖されることを発表した。およそ2000人が参加したストラスブールでは、警察が主要機関へのアクセスを封鎖したにもかかわらず、デモ参加者は欧州議会ビルへの進路を取り、 警察との間で衝突が発生した。何人かは石と瓶を投げて応戦した。5月1日の命令と重なることから次の黄色いベストは静かなものになる可能性があると予測された。2019年5月4日第25週アクト10155月1日の命令でフッツ内務省はおよそ16万4000人がフランス全土で集会に参加したと発表した。 このうち2万8000人がパリで行進し、2人の抗議者と14人の警察官が負傷したとした。フランスの報道機関オカランスはパリで4万人、労働組合、CGT は8万人の参加者を主張している。7400人もの警察官が配置され、1万5300人の手荷物の予防検査が実施され、330人の逮捕者を 出した。警察は抗議ルート上にあたるる580以上のショップ、レストラン、カフェの閉鎖を命じ、多くの地下鉄駅が閉鎖された。黄色いベストでの活動で有名になったアナーキストの反資本主義破壊グループ、ブラックブロックが参加し、旧ソビエトのカマとツイート後防制の赤旗を振り、ジュリアン・アサンジとパレスチナ人を支持するプラカードを掲げ、警察と激しい衝突を繰り広げた。 またこの日、ロシアでは、労働組合が主催するモスクワ中心部でのメーデー集会に、約10万人もの人々が参加したと発表された。5月4日の黄色いベストの更新は、パリでの1460人を含む18,900人の抗議者の参加が発表された。メーデーへの参加者の分散もあってか、25週にわたる抗議運動を通じて最も少ない参加者となった。 参加者の一人は多くの人がメーデーでの抑圧にショックを受けたと語った黄色いベスト運動への支持を表明した女優ジュリエット・ビノッシュ一方で女優ジュリエット・ビノッシュを含む50人以上の俳優作家、音楽家、映画制作者のグループはフランスの新聞リベレーション誌のウェブサイトに黄色いベスト私たちは騙されない と題される運動を支持する声明を発表した。同グループは、黄色いベストを、反、エコロジスト、過激派、人種差別主義者、窃盗犯と呼び、運動の価値を損なおうとする政府の一連の姿勢を、非難した。声明は、抑圧の犠牲は毎週悪化していますとし、4月19日の時点で1名の死亡者、248名の、東部外省、 23名の重度の目外傷、そして5名の手の重傷を上げ、こうした抑圧に直面し、どのようにデモをする権利を行使したら良いのでしょうか。と問うた。私たちは騙されてはいけません。最も脅迫的な暴力は、経済的及び社会的なものです。全てを犠牲にして、少数の利益を守るのがこの政権ですと、その手紙は続けた。 2019年5月11日第26週、アクト1 6引き続くパリ中心部での抗議活動の禁止を受け、主催者はリヨンと南東の町で全国的な集会を開催するとした。二つの町ではマスクをつけた抗議者がバリケード設置を試み、催涙ガスで分散させられた。警察は、 首都パリの1200人を含むおよそ18600人の参加者を発表した。参加者数は先週に続いて最低の参加者数を更新した。警察の暴力への恐怖、それからちょっと疲れたねと参加者の一人は言う。あとは経済的要因。パリなどの街で抗議するのは高くつく。また運動のリーダーの一人で1月に コムダンで右目を失ったジェローム・ロドリゲスは、リヨンで、私はヨーロッパのみんなにマクロン大統領への対抗投票をするよう呼びかけている。もし2位になったら、彼を地位から引き下ろし、金持ちに代わって私たちに使いさせることができると述べた。抗議者の中の何名かは今月末の欧州議会選挙への出馬を計画しており、運動を 持続的な政治勢力に変えることを望んでいる。しかし、運動の常連参加者は出馬者を政治的な日和未主義とみなし、世論調査は彼らへの支持が微妙であることを示唆している。2019年5月18日第27週、アクト117およそ半年にわたる運動も長期間続いたことへの疲れと財政出動、主要都市での警備強化の影響を受けて、 鎮静化の傾向にあり、主催者は南西部の都市ボルドーでの運動を、モンサント社の遺伝子組み換え食品への抗議デモを結びつけようと試みた。内務省は首都パリでの1600人を含む15500人の参加者を推定した、先週の18600人に続いて3週連続で参加者は最低数となった。北部都市ランスでは、ラジオ局フランスブルーの窓が割られ、 地元当局者は、ブラックブロックのメンバーを含む約100人のハードコア活動家が暴力に加わったと報告した。運動の首都トゥールーズではおよそ2000人が行進した。政府はおそらくこのラウンドで勝利するだろうが、私たちは種をまいたと参加者の30代男性は語った。運動はマクロン政権が原因主義的であることを明らかにし、 海外でのイメージを傷つけたという。国連人権責任者、ミシェル・バチェレなど国際機関がフッツ警察による暴力行為に関する調査を求めている。何ヶ月もの間、黄色いベストの活動家たちは警察が集会して抗議する権利を抑圧していることを非難してきた。2019年5月25日第28週、アクト1 1 8 2 4日、 南東部の都市リヨンの路上で13人が負傷する爆弾テロが起こり、警察は市中心部の路上から離れるように警告を出した。フランス内務省は全土で12,500人のデモ参加者を発表した。今週も最低数を更新した。人生化傾向と参加者の減少を受けて、主催者はマクロン大統領の生まれ故郷であるアミアンで大統領を家に帰すデモを企画し、 孫目県によると、合計1200人が参加した。デモは投射物や催涙ガスの応戦があったものの、全体としては、お祭り気分だった。トゥールーズでは、約2000人の抗議者が中心街を歩き回り、今や伝統になったファンイコールマクロンの歌を歌った。聞く耳を持たない、大統領なので、私たちの抗議行動ですぐには何も変わらないことは分かっています。 しかし長期的に私たちの魂を示し続けますと参加者の一人は述べた。パリではエリック・ドローエなどのリーダーの呼びかけからおよそ100人が黄色いベストなしで更新し、催涙ガスを放つ警察と応戦した。モンペリエではおよそ950人が静かに更新し、ストラスブールでは850人の黄色いベスト参加者が環境問題のデモに加わり、 そのうちの一人はマイクで、翌日の欧州議会選挙を非難した。同じようにリヨンでは、黄色いベストと、環境活動家とが合流した。2019年6月1日第29州、アクト119個の州は、パリで負傷者の更新が企画され、3から400人もの参加者が運動を通じて、負傷した人を痛み、ゴム弾とスタンテキ弾の使用等を非難した。 フランス政府は人道的検知からデモに対する抑圧方法に関連して強い批判を受けていた。これに対して内務次官ローラン・ヌネスは公の秩序と安全を守った方法について後悔はしていないと語った。ヌネスはこの運動を戦後フランス社会が直面したことのない前例のない危機と表現し全体として今までのところはうまくいっていると付け加えた。検察官 レミ・ハイッツは、レ・パリジャム氏に、不当な暴力に関与した、警察官は、年内に裁判にかけられると語った。ハイッツによると、170件以上の警察による、暴力事件が再調査され、そのうち57件が完了し、訴訟か否かの決定を待っているという。ヌエス次官は、少数の警察官が捜査中であり、さらに少数のみが起訴されて裁判所にかけられると、述べている。 フッツ内務省は、アクト1019の参加者を全土でおよそ9500人、パリ1500人と発表した。運動は鎮静化へ向かい、参加者は減り続けている。政府がベスト運動のため、今まで延期してきた、電力料金5.9%の値上げが土曜日に発行された。2019年6月8日、第30週。 アクト10101030周を迎えたデモは小規模だが衝突を続けた。内務省は先週の9500人からわずかに増えた1300人が全土でデモを行ったと述べた。パリ郊外の町ドランシーでは警察と一部デモ隊とが衝突した。南部の町モンペリエではデモ鎮圧に際して催涙ガスと高圧水砲が使用された。また、 リジョン氏でも警察と参加者との間で激しい衝突が見られた。2019年6月15日第31週、アクト1 0 1 1運動の沈静化を受けて、マクロン大統領は、延べ7ヶ月にわたった黄色いベストを振り返り、その対処において根本的な誤りを犯したと述べた上で、逆風にさらされてきた改革運動の一環として、高所得者の失業手当の削減。 法定定年年齢の引き上げを発表した。また、自身の支持率が回復の兆しを見せているため、運動中に失速していた改革を推進する意向を明らかにした。内務省は、全土で7000人の運動参加者を発表した。運動はすでに本質を失っていると、ブルターニ出身の参加者は語った。実際、有名な抗議者たちが互いに反発し合うことで、 運動は自身を焼き市民の怒りを政治に投影することを困難にしたリーダーシップの欠如へと繋がった。5月末の欧州議会選挙の立候補は明らかな失敗だったと元参加者たちは言う。欧州で新たな政治的勢力となることを望んだ瞬間、運動はその脆弱性を明らかにした。黄色いベスト候補者は投票の1%未満しか獲得できなかった。 労働市場規則の緩和などマクロン政権の初期の改革が経済を押し上げ始めたという兆候もある。国家統計局によると、先月、失業率は10年ぶりの最低水準に落ち込んだ。運動により傷つけられた消費者の信頼感は、年の初めから著しく回復した。運動自体は小規模に続いているものの、運動を始めた時に忘れていた右左の間の、 古い緊張感が再浮上しており、その雰囲気は悪化していると二十一歳の参加者は言う。別の参加者は哲学的見解を述べた。もはや紙吹雪しか残っていませんが、紙吹雪は通りから一掃するのが難しい場合があります二千十八年十二月十日のテレビ演説でマクロン大統領は抗議に応えるため二千十九年の最低賃金の百ユーロ月の増加。 2019年の残業時間、年末ボーナスからの課税の除外など総額100億ユーロに、上る手当てを約束した。また、毎月の年金額が2000ユーロ未満の退職者には、社会保障税の増税から除外するとした。2019年4月25日、マクロン大統領は、大統領大会の総括を行い、低所得者や、平均的な所得者へ、 総額50億ユーロ規模の所得税削減と年金の増額を約束し、自身も卒業したフランスのエリート校フランス国立行政学院の閉鎖を約束した。4月30日、ブルノルメール財務省は数ヶ月に及ぶ運動に対する減税及び支出の総額が170億ユーロに上ることと発表した。ルメール財務省によれば、 財政援助は主に14%と30%の最低課税範囲内の人々に適用され、1世帯あたりの年間平均180から350ユーロ削減される見通しだという。4月29日、エドアル・フィリップ首相は会議でフランスに無数あるとされる法人税の抜け穴対策により費用を賄うことを確認した。ビジネスリーダーや一部のエコノミストは、 経済が改善の兆しをほとんど示していないことから、対策のコストに警戒感を強めている。5月、エドゥアル・フィリップ首相は、交通事故死者を減らすための主要な政策を転換し、時速 90km の制限速度を認め、地方の道路の制限速度を首相ではなく地方が、設定することに同意した。資本主義を殺せ、と落書きされたシャンゼリゼ通りのショップ。 欧州連合が成立し、宣言協定が施行され、人と資本の行き来が盛んになった結果、フランスのみならず主要 EU 各国で、持つ者と持たざる者の,の格差が拡大した。富は一部の持つ者に集中し、持たざる者は周辺に据え置かれた。運動の思想的な背景である陰謀論的な反イコールユダヤ主義の高まりは、 金融資本主義へのフランスに古くから、ある嫌悪感の再公用を示している。運動においては、従来の右左の対立ではなく、上下の対立がメッセージとして強く強調されており、ここにトランプ大統領の米国や五つ星運動のイタリア、マクロンと対立する国民戦線のルペンといった周辺の動きが油を注ぎ、運動を激しく炎上させることとなった。 少なくとも、その前半においては、黄色いベスト運動は、パリが運動の舞台の一角とはなっているものの、そのメインステージではなかった。メインステージは、むしろマージナルな郊外の円形交差点の選挙にあり、中心都市はメディアによってショーアップされた破壊と、略奪の舞台となった。これは、都市の資本や富の集中に対する郊外からの反応であり、その意味で、 郊外生活者が都市で進行する資本システムの結果としてもたらされる格差社会へアンチテーゼを突きつけた側面があった。また、学生が先導し、メディア的にも運動的にも、パリを主な舞台としたちょうど50年前、1968年の5月危機とは、その意味で異なっている。都市は組み込まれているが、都市中心の運動ではなかった。2016年、 米国でトランプ政権を誕生させた原動力となったのはグローバリズムによる豊かさの恩恵に預かれなかったマージナルな人々の支持であったと言われているが周辺からの中心への反発というコンテキストにおいてこの米国の動きとの共通性が見られる黄色いベスト運動はブルセルやマクロンに代表される記名性や署名性個人によって機能する エリート官僚主義的な中心ではなく、無機名で、アノニマスで、集団主義的、すなわち、より各自各々のの民衆に、身近な周辺の運動であり、資本の振興を、より民衆に引き寄せようとしている。マスメディアの変化に伴い、これらの運動は中心をより多くの場所にしようとしている。かつて、アンチイコールエスタブリッシュメントが、ソフトパワーとして、 世界変革のうねりとなるまでに高まったのは1960年代のベトナム戦争下の米国だった。彼らは中国の人民公社イコールパブリックコミューンを引用しながら闘争よりも平和を重んじる独自のコミュニティ形成を試み、試みはやがてオルタナティブな価値に結実し、エスタブリッシュメントに対するもう一つの価値を用意した。運動はそういった。 アンチイコールエスタブリッシュメントの流れの分岐したより請求かつ暴力的な側面の強いものとして見ることもできる。2015年12月パリで採択された気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定を経てフランスは脱炭素社会を掲げるリーダー的な存在だった。マクロンは米国が抜けた世界的な環境会議において各国企業や指揮者と協託し 2030年までに温室効果ガス排出量を国内で少なくとも40%削減する目標を掲げ、脱炭素化を推進した。反面では、フランス民衆に対する配慮が不足していた面は否めず、今回の運動はこの環境汚染意識に橋を発する脱炭素社会へのつまずきとなった。テキサス大学の経済学者、ジェームス・ケイ・ギャル・ブレースによれば、 黄色いベスト運動の背景には、ブレクジット同様の経済的な危機意識があるという。ギャルブレースは、ヨーロッパの現状は持続可能ではない。我々が目にしているのは、雇用基盤を衰えさせてきた一連の緊縮政策によって、収入を低下させ積もり積もった人々の不満の反乱であると述べている。 黄色いベスト運動のブリュッセルで抗議ガーディアン紙のキム・ウィルサーによると黄色いベスト運動はイタリアで親イタリア運動に模倣されておりイタリアのオーガナイザーは黄色いベストに触発されているしかしながら私たちは他の問題に動機づけられている私たちはフランス人と違って私たちの政府を支えている私たちが抗議するのはヨーロッパだ欧州が イタリアの政治に干渉しないようにしたいと述べたという。2018年11月30日、ベルギー、ブルッセルの暴動警察は、ビリヤードボールや街路石の投石を受け、高圧放水法で対応した。治安を乱したとして60人が逮捕された。ブルッセルで、ロシアのルコイル社の貯蔵所に対する抗議者の試みは速やかに警察により阻止されたが、月日、 ワロン地域でいくつかの油田がブロックされた。この運動は現在2019年のベルギーの選挙のためムーブメントシートワインベルジーという名の塔を作ろうとしている。12月8日、シャルル・ミシェル首相の辞任を求める抗議者がバリケードを作ろうとしたとき、警察は催涙ガス弾と高圧放水砲を使ってデモ隊を解散させた。抗議者は警察に 石や火などを投げつけ、結局約100人が逮捕された。12月1日、オランダの都市で少数の黄色いベストのデモンストレーターたちが抗議した。さらなるデモは12月8日に行われ、平和な抗議者がロッテルダムを更新した。12月4日、セルビアのウハダ・ベリー党首のリーダーであるボスコ・ブラドビッチは12月8日に高騰する燃料価格に対する抗議デモを求めた。 ドイツでは、シンボルは、西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者を含む、反移民団体によって採用された。12月5日、イラクで、黄色いベスト運動に触発された抗議者が、より多くの雇用機会とより良いサービスを求め、イラクのバスラでデモを起こした。リビアでは、リビア国民軍の侵攻を、フランス政府が支持しているとして、 リビア国民合意政府内省のファティバシャ派が2019年4月19日、犯罪者、ハフタルを支持する国家として、フランスを批判するとともに、フランス政府との防衛連携を解除する考えを示した。また、翌4月20日には、フランスのジレジョーヌ運動と同様に黄色いベストをつけた人々が、トリポリでデモ隊を編成して、抗議活動を行った。これに対し、 フランス外務省は、リビア国民合意政府による主張のような事実はないとし、大統領のエマニュエル・マクロンもフランスは、暫定首相のファイズ・シラージュが主導する、正当な政府と、リビアにおける包括的な政治解決を目指した、国連の仲介を支持していることを文書で発表した。2018年11月下旬の世論調査では、この動きが、フランスで後半に支持されていることが示された。 12月1日、抗議後に実施された世論調査では、フランス人の72%が黄色いベストを支持し、85%がパリでの暴力に反対していることが分かった。トラック運転手は抗議者の標的にされ、業界は公開所管で政府に不満を訴えた。二つの労働組合、CGT とフェードアウトは次の日曜日にストライキを開始するように、 トラック運転手に呼びかけたが、政府と組合員に相談した後、12月7日に呼びかけを撤回した。11月には、政党の一つである人民共和連合が憲法68条を根拠にマクロン大統領を免職することを呼びかけている。内務大臣のクリストフ・カスタネールは、政敵の国民連合党首、マリーヌ・ヌルペンが11月24日に、 シャンゼリゼ通りへ行くように抗議者たちを促したとして非難した。これを受けて、ルペンはシャンゼリゼで人々を集めることは政府の責任であり、内務大臣が運動を信用せず緊張を高めようとしていると逆に非難し返した。当初、マクロン大統領は燃料税の引上げが計画通りに進むと主張していたが、年月日、政府は 税金の引き上げが保留になると発表した。エドアル・フィリップ首相は国の統一を危うくする税金はないと述べた。12月9日、エリザグーに労働組合や雇用者団体の代表者を招き、12月10日、マクロン大統領はテレビ演説を行い、予定する措置を国民に告げることができた。演説の中で、マクロンは暴力を非難したが、抗議者の怒りを深く、 そして多くの点で合法であると認めた。12月13日、野党がフィリップ内閣の対応を批判し、フランス国民議会に不信任決議案を提出したが、採決の結果は賛成70票にとどまり、可決に必要な289票に届かず、否決された。アムネスティ・インターナショナルは、警察に、フランスの抗議者及び高校生に対する過度の、 武力行使の終結を求めた。十二月二十日に締結された協定により、警察の給与は他の公共機関職員とは異なり、月額百二十から百五十ユーロ引き上げられた。また、法改正案の可決により、年間三百ユーロのボーナスを受け取った。外交官、ニコラス・シャピュイは、ルモンド氏に寄稿し、これはおそらく最近の警察組合選挙の八十五パーセントの、 投票率と過重勤務によるものであると述べた。複数の派閥の応答派の人間合計200人近くがこの黄色いベスト運動に参画している。マクロンの教育改革と中学卒業試験バカロレア変更プランにおごる学生はフランス全土の都市で抗議した。学生はこれらの改革が都市、都市近郊、農村地域の学生間の高等教育へのアクセスの 不平等をさらに深刻化させることに懸念を表明した。大学生からの報告によれば、非友諸国からの留学生の授業料引上げの計画を非難して、運動に加わった学生もいるという。2018年12月6日、マントラジョリーの学校の外で140人以上もの学生が逮捕された。大量逮捕のビデオでは背後に手で組み、ひざまずかされた学生が映し出されている。 教育大臣ジャン・ミシェル・ブランカールは場面にショックを受けたが、それは文脈の中で見る必要があると述べた。同日、ラジオ局フランスブルーはフランス東部の町サンテティエンヌが包囲されていると放送した。このような状況の中、サンテティエンヌ市長はリヨン近郊での光の祭典が中止され、地域の警察が警備から解放されることをツイートした。 2019年1月27日、パリでは赤いスカーフと呼ばれる黄色のベストに対するカウンターデモが行われた。赤いスカーフは他のグループと共同で私たちは黄色いベスト運動により引き起こされた暴力的な空気を非難します。私たちはまた絶え間ない言葉の乱用と脅しを拒絶しますとの声明を発表した。2019年2月、 フランス内務省は2018年の反ユダヤ主義関連の事件が2017年の311件から541件に74%増加したと発表した。マクロン大統領はこの傾向を容認できないと非難し、共和国とその価値観の否定だと閣僚に語った。反ユダヤ主義は黄色いベスト運動の前から増加傾向にあったが、アンチエスタブリッシュを標榜し、 金の価値観を否定する運動者によってさらに増幅されたと見られている。マクロン大統領自身以前の経歴を含めて運動の標的となっている。最近の世論調査では、シオニストプロットを信じている抗議者は全体のほぼ半分にも上ることが示された。観光当局は黄色いベストが主要都市に及ぼす影響を懸念していた。2018年12月。 パリ国際空港へ到着した乗客は15から10%減少し、2019年に入ってもチケットの予約数が減少を続けていた。統計事務所陰性は、フランス全土での宿泊数が第一四半期に2.5%、パリを中心としたビルドフランス地域圏では4.8%減少したと報告した。2019年第一四半期に黄色いベストの影響が出たと、 ジャンバ・ティストルもワン観光大臣はジャーナリストに語った。しかし、それにもかかわらず、観光収入は1月と2月とで増加し続けていたとも述べた。実際、運動の影響にもかかわらず、2018年フランスの観光客数は過去最高を記録した。ありがとうございます。